天川しずきのゼロからでも OK 絵描き講座の天川しずきです。ハロー。通常版のライブ 2D モデルができました。配信ではね、このモデルで配信しているんですけれども、なんとクリスマスバージョンの角も入ってます。お耳がぴょこぴょこ、かわいいでしょ。今回はクリスタのアップデート 1.10.5 で新たに追加された機能、タイムラプスの使い方からツイッターに投稿するまでを一緒に作業している風に解説するので、レッツトライ。1. キャンバスを用意します。私は当たりを取ったキャンバスを用意しました。この当たりをもとにラフを描く工程をタイムラプス機能します。 2. タイムラプス機能をオンにする。ファイルからタイムラプス、タイムラプスの記録、 OK をクリックします。これでタイムラプスの準備は OK です。ザクザクラフを描いていきましょう。今流れている映像は実際に記録したタイムラプス映像になります。タイムラプスとは録画とは違って、一定間隔で撮影した静止画像を並べて早送りのように見せることです。コマを間引いているため録画するよりも軽く済みます。またクリスタのタイムラプス機能は作業している部分のみ記録されます。お茶を取りに行ったり気分転換のゲームをしてもその間は記録されないので、リラックスして作業することができます。タイムラプスしているのを忘れてソフトを閉じてしまうと記録がリセットされるのでご注意ください。タイムラプスデータを途中で確認してみよう。ファイルからタイムラプス、タイムラプスの書き出しで記録したタイムラプスを確認することができます。キャンセルをクリックすると作業に戻れます。 OK をクリックすると書き出し設定に進みます。 4. タイムラプスを動画に書き出す。区切りのいいところでタイムラプスを書き出しましょう。 MP4 の動画に書き出すことで好きな時に見返したりSNS に投稿することができます。ファイル、タイムラプス、タイムラプスの書き出しをクリック。ビデオの長さ、サイズ、比率をお好みのものを選んで OK をクリックします。これで MP4 の動画に書き出すことができました。タイムラプスをオフにする癖をつけよう。タイムラプスは書き出した後もオンのままなので、タイムラプス機能を使い終わったらオフにすることで余計な負荷をかけずに作業することができます。ファイル、タイムラプス、タイムラプスの記録、タイムラプスの記録をオフにするでオフにできます。6. 書き出したデータをツイッターに投稿してみよう。録画データをツイッターの書き込み欄にドラッグするだけ。ご自分の作業風景をフォロワーさんと共有して楽しみましょう。それでは終わり。またねー。ご視聴ありがとうございます。お絵かきに正解はありません。どんどんアレンジを加えたり自分なりのやり方を見つけて完成イメージに近づけてくださいね。それではお疲れ様でした。